今月3日、引きこもりについて考えるフォーラムが宇部市で開かれました。引きこもりの子を持つ親や支援関係者など150人が集まり、会場は満席となりました。主催したのは引きこもり支援を行っている NPO 法人フラットコミュニティです。で、高齢化してくる親は自分が年を取っていく親亡き後の問題ということに直面し、だんだん焦りが出ます。そうすると、いつまでも親は生きてるわけじゃないのよ、あなたのことを思って言ってるのよ、まあ、よく言いますよね。これ呪いの言葉と言われてます。呪いをかけるとお子さんは動けない、これ価値観の押し付けなんですね。フラットコミュニティが活動の拠点としている宇部市の古民家です。ここでは日中の居場所の提供、個別相談の受付、さまざまな勉強会などを行っています。また家族を対象に引きこもり本人への接し方を学ぶ教室を開いています。今年1月、40代の引きこもりの息子を持つ70代の男性が家族教室に参加しました。妻が、2年前に、がんが発覚しまして、見つかってすぐ2ヶ月ぐらいで亡くなったもので、今まではその長男と母親のコミュニケーションが唯一の救いだったんですが、それが取れなくなって、私自身では全然物も今会話もない状態です。朝起きたらおはようとか、向こうは何も返ってこなくても、こちらから一応それを今繰り返して多少なりともコミュニケーションを元通りに戻せたらなと思ってやっております。こうね、上からガツンじゃなくって、理解しようという姿勢で、あなたを理解したい、分かりたい、その上で親としてやれることをやっていきたいという姿勢が伝わると変わってきます。あなたのために言ってるのよってはダメですねつい言っちゃうんですよね。そこを言わずに示していくということです。お父さん、今日やってみていかがでした？感想でも何でもいいんですけど難しいですねまあまあ、おいおいやりましょうね。なんかね、こう会話ができれば相当またいい方法が出てくるんだろうけど、そこまで今到達するのが一生懸命ですよね、うん、そうですね、はい、まあ、ちょっとずつやっていけば変わってきますからね、はい、一番の失敗はやっぱり私がもう70代ですから、やっぱりそんなにあと80代かぐらいまでは生きたとしたら、その後その今の状態が続いとってはどうもならんからということで、今ここの講習受けきたりしたんですよね。この会に入って一生懸命やっていこうというようなことが私自身は考えていますけどね、はい。フォーラムではフラットコミュニティで学ぶ家族や引きこもり本人が体験談を発表しました。本人も辛い思いをしてたと思います。親も寄り添うことも理解することもできず、社会からも偏見の目で見られ、親戚からも兄弟からも見捨てられるようなこともありました。子供が長く引きこもることで親亡き後の居場所、いろんなことが心配です。生活支援はあるのか、経済的な支援はあるのか。本人は昼夜逆転、ネット、ゲームと部屋から出てこない、会話もない、父親への反発、食事もまともに取らない、入浴もしない、暗い、硬い表情、髪の毛もひげも伸び放題、
解決策が見つからず悩む毎日でした。現在のフラットコミュニティを知り家族会に参加するようになりました。皆さんの状況は多種多様ですが、共に語り合える温かい交流が深まる中で、私自身の心も軽くなり、少しずつ子どもとの会話も増え、笑顔の出る家族関係に変わっていきました。で、まあ、みんながフォローしてくれてるから、まあ、大学を出て、で、派遣会社の方に入ったんですけど、ちょっと自分と合わないような方に今の思わされてしまって、それでちょっと体力的にもう続けられなくなってしまって、それとうつっぽい感じになってしまったんで、ちょっと休職を挟んでから退職って形でちょっと実家の方に いたんですけど、まあ実家の方でちょっともうまあ外には出れるんですけど、結局仕事がまあ見つけられない。基本友達みたいのがいないんで、まあここの人たちと話すのはまあある程度こう自分にプラスに働いたところはあったかなと思います。印象に残ったことは何かありますか？はい、みんなでパソコンの検定試験を受けたことですね。歴史書に書くことができるようになったので、歴史書の項目が増やすことができたのが良かったです。引きこもりですと、なんか歴史書を書くのが結構空白が増えて毎回困ってたんで良かったです。まあ自分の得意なとことか不得意なとこを整理して、生活していったら自分も変わっていくよ。世の中も世の中に対しても上手に付き合えるっていう風な感じの教えっていうかね、そういう形を取ってくれてるから、今自分も就職もできて、まあ今4ヶ月も続いてるって状態ですね。最後に行われた討論会。今年から家族教室に通い始めた父親がパネリストとして登壇しました。受講して分かったことは、今まで私は長男に行っていた対応は大きく間違っていたということが判明いたしました。それで、それはどういうことかと言いますと、例えば、このままでは将来どうなるのとか、少しは動いて整理整頓したらというようなことを言っておりましたが、これは取りも直さず私の不安を長男にぶっつけていたというように思っております。心理教育受講後はこういうことは一切やめて、日常の小さな出来事、例えば茶碗を片付けてくれてありがとうとか、そういう小さなことでも褒めてやるように切り替えました。今まで私が長男に対して語りかけようとすると、自分の手で耳に汚染にしたり、それから部屋から出て行ったりしていましたが、最近は私の話をじっと注意深く聞いております。それから部屋から出る顔の表情を見ますと、ものすごく温和になっておりまして、これは相当変わってきたなというのは分かります。長くなると皆さん反応がないので、声かけるのがお辛くなられて、次第におはようとかっていう声がかけれなくなるっていうのがあるんですけど、またもう一度向き合われて今お声かけられることによって変化が見られてきたというお話だったと思います。
本当に皆さんお困りだけどどうしていいかわからないというところで今日お見えになったんじゃないかなというふうに思いますし、本当に嬉しく思います。で、長時間でしたけど本当に朝から夕方まで満員ということで皆さん関心が高いということを改めて感じました。